皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。先日、ある英語の参考書を500集しました。その後、英文を書きまくる計画でしたが、英文を書かないで、英文の発音を詳しく、調べています。正直言って、邪魔くさい作業なのですが、何を目指しているのかご説明します。では、始まり。以前の動画でも説明したことがあるのですが、私は2022年4月3日から量 3.0 に取り組んでおりまして、2023年9月9日に BGM として聞いた文も含めて500集しました。その後は見出し英文を書きまくる計画を立てておりましたが、現在棚上げになっております。英文の音声データを繰り返し10回聞く間に、英文を2回書く計画なのですが、実際にやってみたところ、今までは気にならなかった音の変化が気になってしまうのです。ところで、リオ 3.0 に載っている達成目標というのは、本編の見出し英文560本を60分で聞き取れるようにすることなのですが、私の最終目標は CD を聞きながら同じ速さで一緒に英文を読み上げることです。リオ 3.0 に載っている推奨学習法の中に、日本語での意味をイメージしながら英文の音読を繰り返すというのがあります。この音読練習を CD の音声とは別に自分一人でやってしまうと、英文の理解は深まるのですが、最終的に CD を聞きながら同じ速さで一緒に英文を読み上げることはかえって難しくなりそうなのです。パソコンを操作して編集した繰り返し10回読み上げる音声データは事情がありまして、再生速度を 80% に変更いたしました。再生時間は 1.25 倍になっています。その結果、ゆっくり繰り返し英文を聞くことになり、音の変化について確認するのには好都合です。最初からゆっくり繰り返し英文を聞いて音の変化について確認しようと思ったわけではなく、単なる怪我の巧妙なのですが、この際英文の書き取りは一時棚上げにして、音の変化についての確認作業に真剣に取り組んでいます。そもそもですね、リオ 3.0 CD 復習用という CD を最初に聞いた時に、その速さに驚いたのですが、ゆっくり繰り返し聞いて発音について確認しようという発想は全くありませんでした。とりあえず繰り返し聞けばいつか聞き取れるようになるに違いないというような楽天的な考えで500集もしてしまいました。ところで、音の変化については、リオ 3.0 に八つ当たりしながら時々考えてきましたが、この際、見出し英文560本すべてについて再確認しようと考えております。さて、どのような確認作業をしているのかというのをですね、具体的にちょっと説明してみます。見出し英文146の中の黄色で示した部分の発音は、cut, in, on, hour なのですが、この4つの単語が連結しているのです。連結すると機械的に考えれば cut in on hour ということになるはずなのです。しかし、この部分を繰り返し聞いてみると cut in on hour, cut in on hour のように N の部分が重なって聞こえてしまうんですね。でということで、私は現在困っております。N は重ねないでそのままにしておくべきか、N のところの音を重ねて表記するべきか、迷いに迷って作業はなかなか進みません。さて、もう一つ別の見出し英文で作業について説明します。見出し英文149は以前八つ当たりした英文なのですが、その黄色で書いてある部分の発音も連結の繰り返しです。3つ別々に考えれば on, an, exam なのですが、以前は機械的にくっつけて on an exam であると考えておりましたが、この部分も繰り返し聞きますと on an exam のように聞こえます。on an exam ですね。
CD を聴きながら同じ速さで一緒に英文を読み上げるという私の最終目標達成に役に立つのはおそらく後者だと思います。さてもう一つ別の変化について確認してみます。見出し英文354の中の黄色で示した部分の発音は Satisfied with the reward なのですが、繰り返し聞いてみますと、まず D の部分がほとんど聞こえないので Satisfied、 その次は変なんですけれども With the のところの TH の発音が1回になってしまって With the reward のように聞こえてしまいます。CD の音声をできるだけ正確に書き留めておきたいと考えるあまり、確認作業は遅々として進みません。また、1、2、3以外のさらに複雑な音の変化もあり、繰り返し繰り返し聞く羽目になっております。さて、今回の動画のタイトルは、見出し英文の発音を再確認ということなので、今示した3つの見出し英文の音声データを念のためにちょっと聞いてみてください。Bob cut in on our conversation saying, I'm against it, but everybody ignored him. Bob cut in on our conversation saying, I'm against it, but everybody ignored him. When Nick and I cheated on an exam, I was suspended from school. As for Nick, he got away with it. When Nick and I cheated on an exam, I was suspended from school. As for Nick, he got away with it.Nick is by no means satisfied with the reward. He is selfish and greedy. Nick is by no means satisfied with the reward. He is selfish and greedy. さて、いかがでしたでしょう。聞けば聞くほど訳がわからなくなってしまうんですが、皆さんどのようにお感じでしょうか。さて、DIO 3.0 にですね、もともと発音についての詳しい説明や発音記号の表記があればありがたいのですが、どう考えても現実的ではありません。中学高校では発音記号についてまともに教えません。大学入試でもほとんど出題されていません。 DIO 3.0 には発音記号以外に発音記号の読みに自信がない読者のためにカタカナ発音ガイドが記載されています。ということで、自分で発音についての説明をでっち上げて発音記号で表記するしかないのです。私はですね、実は発音に関しては単語レベルでは比較的得意なのですが、英文を読むとなると意味の区切りを優先してしまうので、 CD の音声とはリズムも異なりずれてしまいます。この問題を少なくとも DIO 3.0 の英文に関しては解消したいと願っております。CD の音声と同じリズムとスピードで英文を読むことができるようになれば、当然の結果としてそれらの英文を聞き取ることができるようになるはずであるという仮説を立てて現在人体実験中です。その実験はどの程度時間をかければ成果が出るかは不明なのです。仮説なのでやってみなければわからないのです。私の予想では少なくとも3ヶ月間続ければ何らかの変化があると考えています。一般的に学習の効果は3ヶ月後に出ると言われているのですが、3ヶ月間続けることが難しくてやめてしまう人が多いのも事実です。ということで、とりあえず3ヶ月間続けるという、そういう私の決意表明の動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。